皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年、9月の20日、16時18分、昨日の報道関係の番組で、鈴木財務大臣へ、まあ、僕のホームページで YouTube 一覧表で大阪万博カジノについてっていうところの欄があるかと思うんですけども、まあ、そういうふうな名称です。そこで私が申し上げている内容がある程度伝わったときに、財務大臣も、鈴木財務大臣も、そう思いますって言ってたんですよ。それはどういう内容かって言いますと、計算している、売り上げがもうめちゃくちゃで、万博のカジノを開園したときに、年間2000万人の人が来場して、まあ、特にカジノということになってくるんでしょうね。で、純利益は700何十億円出ると。もうむちゃくちゃです。淡井圭介が安倍政権の時に、まあ、インドネシアとかに行くぐらいだったら日本の方が近いからということで、まあ、ヨーロッパとか行くぐらいだったら日本の方へ来てもらえませんかということで、中国政府とかにお願いして、実際毎年その後、旅行客の数は増やしていただいたんですよ。まあそれは東日本大震災とかあって、まあそういうふうなところを見に来るもよしですし、実際に本当にそういうことがあったっていうことで、どう対応しているのかっていう現場を見に来るのもいいでしょうし、まあ日本の文化を楽しまれるのもいい。まあ京都とか奈良とか、まあ東京で言ったら浅草だとか、まあ日本の特有、まあお城で言ったら姫路城とかが、まあ世界国宝遺産ですね。じゃあ、世界遺産ですね。その中国政府などに頼むまでに年間日本のその海外からの来客数年間で1000万人届かなかったんですよ。届くかどうかの頃、900万人台か、まあ1000万人台の間ぐらいで、っていうことは絶対海外からカジノに2000万人絶対来るわけないですよね。で、日本人に負けに行けっていうことなんですよ。で、行くわけないですよね。年間2000万人も。まあ、純利益なんか出るわけないですよね。じゃあ、三井住友銀行のその貸し出した5000何百億円どうなんですかって、オリックス、旧山一証券、もともと捕まってる。だから、その、政府の言い出したことだという言葉と、民間のオリックスが身勝手に動いたことだと。まあ、こういうふうな話になってくるでしょ。三井住友銀行とか、まあ、第三者の民間人から見てたら、政府と銀行は組んでるように見えるでしょ？だからここは、もうアメリカ政府の方が厳しい対応してください。もう日本に迷惑かけるなと。ラスベガスでもカジノは赤字であると。カジノ単体で見ると。当たり前でしょって。世の中娯楽があんまりなかったからカジノなんてくだらないところにお客さんが来てただけなんです。まあ、エネルギーの残存量問題に対する対応の仕方がメインですから、万博もいらない。だからこれはアメリカのジョー・バイデンさんがどこまでしっかりとした芯の通った男であるのか、っていうところが、まあ、その80何歳のね、その80歳ぐらいの、そのおじいちゃんに、その、そこまで、その、頑張らせなきゃならないっていう、この世の中自体がどうかしてるんですよ。アメリカのカジノ会社は、日本に持ちかけなかったらいいじゃないですか。本当はこれだけ赤字なんです。ショーとかいろんなものを呼び寄せて、観光客誘致して何とかしてるだけでしたって。本当はみんなの税金食いついていた側でしたって。正直に言ったらいいじゃないですか。だから、こういうふうなことを、メッセージとして、一般人で投げかけれる人間って、僕以外でまずいないんですよ。世界上層部の方に淡井圭介という名前が知れ渡っていて、話し通せる人間が。もうアメリカの方から引き上げてください。やっぱりカジノやめとくわって。エネルギーの残存量問題の方が上だったと。その辺のところは国連のグレテスさんたちも動いてほしいですね。もう万博とかカジノなんかいらないよと。そのしょうもないものって。
会社の金まで使ってた大バカ者たちの経営者がいたよって。結局、従業員連れてカジノのあるところなんかに旅行行ったら同じことですよ。どうせカジノ行くんだから。それがシンガポールとかマカオかのどちらかで、昔見た記事で10年以上前、それぐらい、会議場があって、海外で、お、もう、なんかもう1000人ぐらいの規模の会議らしいですよ。で、宿泊するでしょ？社員旅行か何かで。で、そのままカジノ行っちゃったらしいんですよ。ありましたよ、そういう件。今ちょっと動いただけで頭の中を変えてこようとする。これがコンピューター。もしくは見てる人間。疑ってる人間。本当に、朝刊全国紙5紙と夕刊全国紙5紙、1年間ほぼ毎日見てましたから。10年以上。まあ、数年間で重要だと思われる記事をとりあえずコピーしていこうと思って、もう2、3年の間で1万枚を超えましたね。コピーしてる内容。記録を持ってなかったらどうしても人間忘れる部分あるでしょう。で、自動車のことは自動車のこと、船のことは船のこと、エネルギー関係のことはエネルギー関係のこと、要するに石油とか石炭とか水素とか。だからそういうふうな分類をファイルに、いろんなファイルにしていて、そのファイルが何十冊となって、そこでこれは無理だなっていうことで、いろいろと余計な記事、もうこれいいわ、これいいわっていうような形で、記事を、だいぶ、数を減らして、で、まあ随分前からしっかりと、世界の五大問題等にはたどり着いてますね。それを軸に考えて動かなければならない。本当は六大問題なんですけども、地震の発生の仕方について、ホームページは YKSK の駅の97番。まあそれと、その五大問題については37番ですね。しっかりした内容とかは36番とかにある程度のデータを、国連の集計したデータからの答えを載せてるのであって、解決策は58番に載せてるのであって、まあ他の欄も見てもらわなきゃならない部分は一部あると思いますよ、当然。そこからアクセスできるようにもある程度してますし。だから、先々の政治で行われてきたことについて、もちろんカジノの件に関してはジョー・バイデンさんの責任じゃもともとはなかったんです。後からその大統領になったり、後から総理とかになったりとかしても、みんな責任なんか持てないじゃないですか。自分が言い出したことじゃないから。だからもうカジノいらないだからいらないでいいじゃないですか。パチンコいらないでいらないでいいじゃないですか。そんなにパチンコしたいんだったらインターネットゲームでパチンコでもしてりゃいいんですよ。その代わりお金の換金もともとできないですよ。本当はパチンコ。したら違法。まあ、競馬業界もなんとかテコ入れしなきゃなんないんですけどね。で、あと、ボートレースとか、オートレースとか、ああいったものもいらないですね。不必要。余計にエネルギーを消耗してる。金属を加工するにしてもエネルギーが必要ですし、ああいうふうにモーターボートを乗ってる以上ガソリンが消費される。社会の役の貢献に立ってるかって言ったら我が銭隠す責任のためでしょう。な、意味ない。まあ、鈴木大臣さんも喋ってる言葉とかを聞くと、まあ、かなりまとも側の方がしっかりと選ばれています。で、まあ、文部科学大臣の助成金が変わったでしょ。今までのホームページで僕は言ってたでしょ。YouTube で。文部科学大臣、髪の毛染めてるような人間は文部科学大臣。何わけのわからん人間を選んでるんですかっていうことで。そんなもん通る、あなたが大臣なんか務まるわけないでしょって、髪の毛染めてるような程度の人間があって。海洋基本法違反。だから変わりました。言ってるでしょ。していいことと悪いことがあるんです。で、多くの国会議員の人たちが淡井圭介と同じ気持ちで頑張ってくれてるんです。自分たちの子供の未来をしっかりと将来作ってあげるために。もうそれぐらい切羽詰まってる時代ですよ。掘る分合わせて
石油の採掘可能埋蔵量は残り54年分です。ガス49年分です。今からさらに自然再生可能エネルギーの普及等を上げていくことによって、その採掘可能な年数は、まあ、少しずつ微増されていく。しかし、もしかしたら100年が限界かもしれないですね。それを考慮して、淡井圭介は対応の仕方を記載してるんですよ。そこまで世界中が来ないば、全然話変わってきます。まあ、今日の朝7時台ぐらいに、まだって言ってる男の声、どこの誰かわからないですけども、自分の名前名乗らないで、まだとか言ってくる人間、どこの誰かわかるわけないでしょ。意味のない生き方しかできないんだったら、もうこの辺うろつくなっていうことを言ってるんですよ。電話かけてこいって言ったら、電話かけてから来てこい。電話かけてから淡井圭介と話してから来なさいっていうことなんですよ。責任でね。スポーツ業界の人間であるのであれば。それがボクシングの世界チャンピオンであろうとは、誰だろうと同じ。それが社会のもともとのルールなんだから、もうテレビなんかめちゃくちゃ、テレビ局の、電話をかけても、しっかりとアナウンサー等に対応しようとしない。もう逃げに回ってます。だからもうこの世の中自体がコントロールが効いてないんですよ。本当に。それを一人でずっと踏ん張って何とかしようとしていて、今日ちょっと良かったことがあるので、あるとすれば、有馬温泉の周り、老朽化している建物を撮影しに行きました。で、木に関して、まあ、老朽化している建物を解体してくれてる二人の、解体屋の方たちを見かけました。特に喋ってないです。で、帰り、まあ、いろいろ撮影した後、まあ、有馬温泉駅を出て左手の方を少し下っていった5分後ぐらいのところに、左手の方にまあトンネルがあるんですけども、まあ、5分か10分ぐらいですね。で、そのあたりで、ここの木なら切ったからっていうことで声をかけてくれた人がいて、その人たちは僕の YouTube を見ていて、あ、対応してくれた方たちなんだなって思って。で、ちょっと10秒ほどかかりましたけども、頭の中整理整頓してから、ありがとうございますって言って、僕が帰ってきました。まあ他にもちょっとありの台をいろいろ見たら、かなり解体しなきゃならない建物かなりありますね。10件では聞かないでしょうね。新しく山なんか切り開いている暇あったら、もともと切り開いたところ都市ガスとか引いてるんですから、そこにどうせ建築するのであればですよ。ただしもう仕事の絶対数とか、変なお金の回し方で、金稼ぎができると勘違いしてる人たちはそれ無理だっていうことをご自覚してください。そうじゃないと無理なんです。エネルギーの残存量問題で。車か家どちらかなんです。そういう生き方じゃなかったら無理なんです。90億人死にます。例えば50年後、それぐらいから、輸入が止まって、エネルギーの輸入が止まって、ガス車が続出する国が出てくる。他国からの支援も受けられない。そういう可能性が非常に高い。50年以内という、言った方が分かりやすいでしょうね。日本なんか30年以内に石油とガスの輸入が止まってもおかしくない状況ですからね。それはホームページ淡井圭介の歴の36番を見ていただいたら分かります。これ言ってもまだ見れない人間は大人じゃないですよ。まず自分がしっかり座って聞くこと、一時停止を押す癖をつけること、自分で人の力頼らないで、相手の喋ってる言うことをしっかりと聞いて、あの人がここまで言うんだったら、これ本当に大変なことなんだなって危機感持って、池上彰さんなんかトームの昔から僕の方が実力上だっていうことを認めてるから、何年も前から。向こうの方が上です、向こうの方が上ですっていうのは淡井圭介のこと。もう何でもいいから、家の中、いろいろ掃除したら、こういう
いらない紙とか出てくるから、で掃除とかしたらいらない鉛筆とか出てくるから、そういうので書いたらいいの。36番でホームページ淡井圭介の履歴、淡井圭介の履歴って検索ワードを入れて、で36番そこからアクセスして読んだらいいんだって。そこに何が書いてあるんだろうってちゃんと興味持って、最後まで諦めない人間の集まりにならなかったら、しっかりとして自制してエネルギーの節約ができる人間ばっかりにならなかったら無理です。先進文明滅びます。エネルギーの輸入が止まったら日本人は1億人以上が餓死者出ます。スーパーマーケットとか何も物並ばないですよ。自動ドア全部止まったままですよ。エレベーター動かないですよ。エアコン論外、洗濯機すら回せない、冷蔵庫もない、無理、止まる、電気が通電されなくなって、しかも物流が止まる、絶対1億人以上が死する。でその今日の朝のまだって言ってきた男はそれ分かってんの？誰かその男がどこの誰か分かるんだったら伝えてください。淡井さんにそんなこと言ってる場合じゃないからって、ちゃんと頭下げに行けって。どうせスポーツ業界の人間かテレビ出た人間でしょ。違います。それか今後出ようとしてる人間、喧嘩売ってるようにしか聞こえない。挑発行為、民法でも刑法でもある。昔みたいにカメラつけておかなきゃならないの？でそれ誰のお金がすんの？誰のお金ですんの？君たちの負担だよ。昔はつけていたの、カメラ。まあそれで芸能人もたくさん降ろされたりとかもしましたけどね。テレビ出てるだけであんまり大した人間いませんから、本当は。本当にテレビ局って。だから報道関係もあれだけどそう言ってしまったら、その価値がないでしょう。それまで自分が頑張ってきた、取り組んできた仕事に対する価値まで失われてるんですよ。でそれでアナウンサーが被害者かって言ったら違うんですよ。違うんですよ。それ相応の立場の人たちをアナウンサーに選んだんでしょって言っちゃならないことぐらい自分でわかるでしょっていうことになるんですよ。ああ、本当は国連丸ごと対応すること、真面目に医療業界の改革、その精子が生産されなくなる薬とか世界中で行ってたんでしょ。医療業界が根本的に腐っていて、警察官までそれに便乗して無理やり入院とかさせてたんだから、いろんな人間を。で医療業界年間何千億という売り上げ上げてしまってたんだから、無理ですよこのような社会。日本だけでね、何千億円も、精神病院だけで、入院施設付きのね。国がお金するものだと勘違いしている人間は大バカ者であって、消費税が 3% から 10% まで上がってまだそんなたわけたこと抜かしてるのっていうことになるんですよ。警察官なんていう職業なんか、もう今更、もうずっと一般人の人に敬語でしか話できない立場ですよ。警察官に限って敬語なかなか使わないでしょ。使えないんでしょ。それ根性がないからなんですよ。自分たちが悪さをしてきた、間違えていたっていうことを認めるっていう根性がないからずっと敬語使えないんですよ。自分たちの間違っていたっていうことだから、政府側に回ったら絶対そうなるんです。もう今更ずっと政府は間違えてたんだから、上に言われていて、それを理由にしたら何でもかんでも世の中通ってしまうじゃないですよ。ただまあ二十歳そこそこで本当に世間知らずの人間とか僕みたいにね、長時間労働させられて、被害被っている人たちとかは助けてあげなきゃならない。本当に社会のことなんかわからないから、本当に会社の上の人間、先輩とかの言った人間の言うことを真に受けて真面目にね、その通りにしようとしますから。まあ
今日一部その救われた部分があるとするのであれば、そのこの間行ったところなんですよ、その有馬温泉のあたりをね。で、その太陽して聞いてくれていた人たち。あの辺のところも本当は石垣のところから、家の石垣から結構大きな木が生えてるところなんかは全部カットした方がいいんですよ。で、元気な木だったら木材屋さんに、購入してもらって加工してもらうという形でね、海外から丸太なんかとんでもない量を輸入してますから。それ危ないんですよ。木がまだ成長を続けていくと石垣が崩れますから。その石垣の上に家建ってるでしょう。だからそういう基礎的なことをしっかり知ってる人間って結構少ないんですよね、この世の中。また今度、明日かどうかわからないですけども、近いうちに、網の、今日だいぶ歩いたんでね、やっぱり次の日また同じような距離歩けるかなって言ったら、ちょっと今の僕の、体力では難しいかなというところで、有野台のところはもう結局上り坂なんですよね。だから上ったり下がったりをずっとしなきゃならない、いろんな家とか調べようと思ったら、結構体力いるんですよね。自分の家からもちろん歩いて行ってますし、有馬温泉のあたりもね。今日唯一の心残りがあるとすれば、有馬温泉の中で、この間、その河川とかの撮影行った時に、旅館でね、部屋数が2、30ほどの小さな旅館で、廃墟になってたビルを見かけたんですけども、今日はちょっと見つけることができなかったんですね、それは。ただ、それ以外のところでもうこれ解体しなきゃならないでしょっていうような家はたくさんあって、あと有馬温泉の近辺の状況を、それを見ていただいたら、もうこれ以上作るような建物ないっていうことに気がつきます。あとは解体するだけ。いや、本当にもともとお客様も閑散としてますし、そういう場所なんですよ、もともと。これは本当ですよ。だから作りすぎてるんですよ。で、もう人口は20年以上前から少子化に一気に加工したんですよ。個人情報保護法が出来上がってからね。個人情報保護法関係。さらに特定機密保護法案とか、結局エネルギーの残存量問題で、その国連レベルでね、人減らしを図ったんじゃないですか。だから結婚できる人を少なくしてね。してることがむちゃくちゃで、それこそ、して良いことと悪いことの区別が国連レベルでついてなかったと。それは今のグレーテスさんのせいでもないし、バンギムンさんのせいでもないし、それはもしかしたらもう30年ぐらい前かもしれないですね。2003年に決まったっていうことは。だって今から20年前に決まったっていうことは、国会でそれまでの間に何年も前から議論されてたっていうことでしょ。水面下の話も含めるとね。じゃあ国連レベルで話してたのってもう30年ぐらい前だったんじゃないのかっていうことになるんですよ。だからこういうふうな基礎的な知識を一般人の人が持つことですね。で、いまだに春山整骨院に出入りしてる人間、そういう人間に限って車で往来してる。エネルギーの残存量、ガソリンの残存量分かってない。石油。そこで働いてる人間は辞めりゃいいのに、仕事。これだけ介護ステーションをあっちこっち作って、もともと歩けなくなった人が老人ホームに入ったり、緑病院とかへ、入ることになってるんですよ。で、そういう施設はいっぱいあります。たくさんあります。もう作りすぎたぐらい作ったんです。で、蟻の仲間町に介護関係のステーションが5箇所ほどもあって、歩いて行けますよ。分散してありますから。
歩いて大体5分以内のところですよ。まあ、訪問看護ぐらいしかないはずなんですよ。だから連れ去り看護なんかないってっていう話になるんですよ。ハレム整骨院の知ることですけどね。エネルギーの残存量までも言いました。だけどもうそこに働きに来てる人間はダメ。人格者として。で、またそこで老人が食い下がってね。仕事と称して。老人を使って金稼ぎ、老人が。かといって若い人間に働けって言ってるんじゃないんですよ。真面目に聞きなさいって言ってるんですよ。若いうちからそんな馬鹿げたことするなっていうことなんですよ。年いってからもそう、同じ。ずっとルールは変わらない。以上です。まあ皆さん、聞いていてね、あんまり楽しい話じゃないとは思いますけども、しかし重要な話です。実際私や多くの心ある人たちは協力してくれてますので、その辺のところご理解してください。もう僕は踏ん張らなくなったらもう終わりでしょうね、この世の中。間違いないですよ。昔から政府って理性の他がそこまで聞いてないですから。本当のこと言いますよ。ホームページ荒井健介の履歴から YouTube 一覧表の中で、軍事費についても軍事費関係、自衛官や、軍事関係っていうような欄があります。そこを押してもらったら、軍事に関して物申すっていうことを言ってるんですけども、僕もテレビのニュースとかいろいろ見て、嘘の敵対してるような放送の仕方ね。それで F-35 の話とか、昔は僕は二十歳ぐらいの頃に答え出してるんですよ。1998年、ウルツラパーク勤務時ぐらいの頃に。心の神と書いて、第5世代、心身、これで決定って。で、車輪だけ置いといたらいいって、見本市で。作る気ないって。そんな大バカ者の戦闘機なんて、戦争する用の道具なんか作る余裕ないって。それどころか物流に回すエネルギーだけで手いっぱいで100年分も今ないっていう話なんですよ。自然再生可能エネルギーを頑張って復元、今の率でさせていっても。掘っていくのも計算に入れてですよ。ロシアは軍事費をずっと縮小してくれてるんです。アメリカは軍事の輸出をずっと続けてるんです。金額増えてるんですよ。で、西側諸国は軍事費が増えてるんですよ。国際条約違反、国連条項違反です。軍備は縮小。それを歴代の人たちができていなかったっていうことなんですよ。誰かに囁かれた。誰かに言われた。だから国の上層部が世界中各国どこの国も甘かったっていうことなんですよ。さっさと軍隊を災害救助隊に変更したらよかったんですよ。自衛隊も。災害救助隊っていう名称に。この辺のところは踏ん張りどころですね。ここ数年で何も物事が動かなかったら、僕も投げ出すでしょうね。あ、もう無理やわって。誰も真面目に協力してくれへんわって。河川水門開閉式玉発電だって、総理が荒井健介のところに電話かけてくれたらもう今頃ほとんど出来上がってるところですのに。ブラジルとか見てください。ほとんどの電力6割以上、水力発電ですよ。アマゾンとかのタイがあるから。中国もそれぐらいのポテンシャルは十二分にあります。河川水門開閉式ダム発電とか地下水流トンネル発電を行えば、それぐらいの電力は出せますよ。どう見ても、あの水の量。これ以上インターネット記事に昔のニュースを混ぜ込まないことですね。話がめちゃくちゃになって、物事の見極めが全然つけれなくなります。以上です。皆さん、ご対応のほどよろしくお願いいたします。テレビのニュースも同じですよ。これ以上もう嘘放送しないでくださいよ。ただでさえ手に負えないのに、この世の中。